中国国営新華社通信参加の経済参考法は4月25日、伝染病の予防と感染拡大に対する元も子も,もない措置への懸念と題する記事を掲載しました。記事は伝染病予防は生命と生活に関係しており、過度な管理措置は効果的に改正されるべきであると述べました。 記事は、怠慢と形式主義のために、疫病対策の一律化現象が起こり、春季農業の重要な時期に正常な生産を妨げていると批判しています。これに先立ち4月24日、中共国営メディア、人民日報の新メディア、共格党でも、各地での流行予防のために、多くの追加要件が上書きされた、疫病一律対策が批判されました。 記事は現実として道路封鎖、不正な検問での足止め、農民を畑に行かせない、労働者の仕事再開を認めない、病院で受診ができないなどを取り上げています。場所によっては特に疫病の発生がないところに対し、疫病の名のもとに一律的な対策を押し付けることは明らかに疫病の予防と対策を簡略化していると言えます。 農家にとっては春の田植えの大事な時期ですが、貿易を理由に畑に行かせない地区もあるようです。これに対し、教科党等の記事では、農作業時期は人の都合を待ってくれない、その時期にしかできない仕事をなぜ勝手に潰せるのか、一歩を踏み出さずに歩くことなどできないという道理を一部の幹部は忘れてしまったのだろうか。 農繁期を逃して収穫を失った場合、誰がその損失を補い責任を負うのかと疑問を呈しています。共産主義体制における上から下への一方通行の情報伝達のリスク。作家でジャーナリストのロバート・マホニー氏は4月26日付の CNN で、 あまりにも硬直的で変化に適応することができない中共の政治体制は強力な封鎖をするか、頭痛や足の臭いの解消しかできず、伝染力の強いオミクロン変種を柔軟に対処することはできないと書いています。 また、中共は言論検閲、プロパガンダ、社会統制に頼ることで、初期の流行拡大を食い止めたように見えますが、検閲は諸刃の剣で、中国の知識人や医療関係者は、共産党高官に本当の情報を伝えることを封じられてきたといいます。そして市民の生の叫びは、中共のインターネット、少数の検閲官、どこにでもある、閉会路テレビカメラ、 顔認識ソフトなどにブロックされ、フィルターにかけられています。例えば最近、上海の市街地閉鎖の混乱を記録したビデオ4月の声は、中国のインターネット上で話題になると、すぐに中共当局によってブロックされました。 マホニー氏は共産主義体制では情報はトップダウンで流れ、党だけが指示を出すことができ、市民のリアルな報告、特に政権に不利な報告は政権立案者に届くことはほとんどないと指摘しています。億万長者のソロス氏は昨年8月13日、ウォールストリートジャーナル氏に習近平が危機に対して柔軟な対応ができなかったのは実情を理解していなかったからだと述べています。 ソロス氏はまた、彼は恐怖で支配しているので、現実の変化に自分の政策を適用させることが難しい。部下たちは彼の怒りを買うことを恐れて、現実の変化を伝えられないでいる。このような状態は中国の一党独裁国家の将来を危うくすると語りました。ボイス・オブ・アメリカは以前、一部の独裁者は実際の情報を得るのは難しいと分析しました。 例えばアメリカの情報機関はロシアのプーチン大統領が側近に惑わされ、ロシア軍の強さを知らず、ロシア経済が西側の厳しい制裁でひどく弱体化したことを示唆しています。各レベルの幹部は責任を取ろうとせず、互いに責任転嫁している。 在中国アメリカ商工会議所の会長を4期務めたアメリカ人弁護士ジェームス・ジママン氏は今年少なくとも37日間中国で隔離されたことで多くの苦しみを味わったと言います中共の体制では社会問題に協調的に対処することは不可能だと彼は述べていますジママン氏はフォーブスのインタビューで 中共幹部は大きな計画、大きな仕事、そしてリスクのない政策を目指す傾向があるが、これ以上の対処法は思いつかなかったのだろうと述べました。現在の政治体制は予測せず影響を評価せず、社会的、経済的な影響をも分析せずに決定を下していると主張しました。さらに共産党の各レベルの幹部が互いに責任を転嫁しているのを見て、 中国中共政府の誰もこの混沌とした環境の中で責任を取ろうとしない。高齢で病気を持つ私は自宅での隔離を許されず、自宅近くのホテルで孤立せざるを得なかったと話しました。彼はアメリカが別の渡航警告を発することを提案しました。アメリカ国務省は私のように37日間集中隔離される可能性があることをアメリカ人に警告する必要がある。 中国中共の政策に透明性がないことを考えると、アメリカ政府でさえ予測不可能なことを予測するのは難しいと述べました。中南海の一律的な貿易を批判する当局者。 中国での中京ウイルス発生以来、当局は習近平が提唱するゼロ政策を採用していますが、前述の公式メディアでの疫病一律対策批判記事に加えて、政府には常に2つの声があり、高いレベルでの内部構想のシグナルを放ち続けています。 中国の財新網は4月13日、中共国民はこのほど伝染病予防と制御の新しい試験的基準を発表し、上海と杭州を含む中国の8つの一級都市で伝染病予防と制御を緩和することを決定したと報じました。 中共国民が発行したこの基準は国務院総理の李克強首相の声を代弁したものとされていました。しかし、掲載から1日も経たないうちに中共のウェブサイト全体からブロックされました。同時に中共の新華社通信、人民日報及び他の党メディアは習近平のゼロコロナ政策を擁護する記事を多数掲載しました。 さらに習近平は先日の海南訪問の際、改めてダイナミックなゼロコロナ政策の重要性を強調し、麻痺する思考、戦いの疲れ、まぐれの精神、そして油断する心を克服することを強調しました。専門家の分析によると、これらの兆候は疫病の予防と制御の観点から、共産党上層部の内部闘争がより公になっていることを示しています。 アメリカの時事評論家、コウ・カシは最近、ラジオフリーアジアに対し、共産党内部の内部紛争はますます表面的になり、党内の反発も強く、その結果、完成メディアによる今回の習近平政策の擁護が注目されるに至ったと述べています。 また、中共の寛解には別の現象もあり、貿易が不十分なために失脚した官僚は多いのですが、過剰貿易で調査されたものは今のところ一人もいません。第20回共産党大会の重要な時期であるだけに、習近平のゼロコロナ政策は当面揺るがないのだろうとの見方が広がっています。 官僚の地位を維持するために各地の官僚は習近平のゼロコロナにあえて応じないということはありえないでしょう。